チャンネルインクルージョンの時間です。皆さんいかがお過ごしですか。私は今仙台市一番町のアーケードを歩いています。そしてね、もちろんあ、なんかいつもとちょっと順番違ってたか。あ、いいよ、大丈夫だよ。俊介さん挨拶してください。挨拶、挨拶、ふわふわしてます。何で言えば、お仕事頑張ってるか、みちかです。ということでね、今我々は長町へと向かっています。ね、総勢何名ですかね。今日何60人以上来るって。はい、そうですね。一体何が行われるんですか。ウェルカムパーティー、うん、ウェルカムパーティー。誰をウェルカムするの。ビータンダダクタ、後ろにいるじゃないですか。本当だ。新しい人が入る、うん、もう入ったんですよね。ちょっと我々遅いのかな。遅いかな。これ俊介さんのスピードだよね。大丈夫。大丈夫。大丈夫。赤になってもまた青になるから。そうだよね。危ないでしょ。やっぱりね、ものにはテンポってものがありますからね。そうだね。早い方がいい時、遅い方がいい時、ね。ゆっくりがいいね。うん、ゆっくりがいいですね。そうですね。なんてビスターリに行くわけだしね。ビスターリに行くから、うん、駅の近くだね。ビスターリってね、ゆっくりっていう意味なんだって。へー、ステップ、ステップだよ。しゅすけちゃん、ステップ。危ないよ。大丈夫。大丈夫。うん。漁師直送天然地魚。もうここって、そこでちょっと今日一杯やって帰るか。ダメです、禁止。イスラム教徒なんですか。え、何。お酒飲んじゃダメ。ダメです。もうみんないなくなりましたよ。いなくなっちゃったよ、前の人たちは。もう行ってかれないよ。長町って言えばね、毎年いろいろやってますけど、今年はどうします。今年どうしようか。何かアイデアはありますか。最近こけし流行ってるみたいだけど。こけしみたいですね。長町こけしとか発明したらどうですか。長町こけし、いいね、うん、いい。なんか長いこけし、長い、細いね、胴体が長い。長町こけしどうですか。いいね。いいですか。はい、こけし屋の娘としては、はい、長いのどうかな。いいね。ロケット鉛筆って知ってる。ロケット鉛筆知ってます。知ってる。あれみたいなこけしどうかな。あれいいね。5段ロケットぐらいのこけしどうですか。そうですね、うん、じゃあ今年は長町こけしということで頑張っていきましょう。はい、はい、頑張りましょう。実はね、この番組やってるとね、いろんなアイデアが出てくるんですよ。そうですね、うん、ただそのアイデアの、ね、ほとんど忘れてんですよ、我々は。忘れてる、うん、実はね、前回の番組でもね、結婚式ソングをやろうっていうのがアイデアが出たの。いいね。もうすっかり忘れてたよ。忘れちゃったよ。じゃあ結婚式ソング作りましょう。あ、作りましょう。俊介さん来てる。来てるよ。いるよ。じゃあ誰の結婚式を想定しますか。やっぱ兄。兄、お兄ちゃん。お兄ちゃんおめでとう。お兄ちゃんおめでとう、うん。どんな気持ちですか。嬉しい気持ちですね。お兄ちゃん結婚できて嬉しいみたいな、うん、あ、そんな感じね。すごい綺麗でした。ああ、じゃあそういう花嫁のことも歌うか。そうですね、歌いましょう。お父さんお母さんどうでした。あ、嬉しかったですよね。泣いてた。泣いてたよ。笑ってた。普通だった。普通。感動がないってこと。感動なかったです。待っててくれた。地下鉄広瀬通り駅へと我々はやってきました。星座だ。何座。私は双子座です。私も双子座。一緒ですね。一緒。
いやー、ということでね、長町着きましたね。着きましたね。長町着きました、ね、さあ、これからピスタリで美味しい美味しいケーキお茶ね、食べましょうか。あー、みちかさん何するの？何もしてないの。何もしないの？違くて、ね、歌手は。あ、歌あるよね、歌ね。あるある、よろしくね。はい、なんか今日だって60人も来るからね。そう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 、うん、来るよね。大変だ。ということで、ね、だよ、キュキュそんなに入るんだね、ビスタリって。そうそう、狭いね、キュキュ。やっぱさ、この長町っていいですよね。いいよね。うん、昔ながらの情緒が残ってるというか。昔のやつだね。そうだね。どこに？昭和な感じがするよね。はい。ちなみに、みちかさんって昭和生まれ？平成です。やっぱりだよね。ということで、またお会いしましょう。さよなら。さよなら。さよなら。